皆さんこんにちは、こんばんは。オリエチャンネルの西山のきです。今日はですね、美容企画の方になるかと思うんですけど、私が基本的にリフレッシュをお風呂タイムって言って、セルフ系の方で今までずっと言わせてもらってきたんですけど、2ヶ月に1回ぐらいはそのお友達のヨヨっていうのがいて、でその子がエステティシャンをやっていて、そのヨヨのところに来て、やっぱりその彼女が言うには機械を使って流してあげるっていうことがどうしてもセルフケアではできないところで大事だよっていうのをお話聞いたことがあるので、なんでエステに行く必要があるのかとか、あとは機械とハンドで何が違ってくるのかとか、まあお家でできるものとかを学びながら、皆さんに私のこのエステでのボディケアをお届けできたらなと思っています。ぜひぜひ参考にしてみてください。それではレッツゴー。それでは今、着替えをして、いつもこんな感じで私は寝たままスタート切ってもらうんですけど、ヨウさんお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。足からまずクリーム塗布していきますね。絶対足からやるじゃないですか。うん、それって意味あるの？うん、なんか足の筋肉が一番体の中で大きい筋肉なのね、うん、だから代謝を最初に上げるためにも足からやるの。自分のケアも大事だけど、やっぱ人に流してもらったり人の手に触れられるっていうのはやっぱ結構大事かも。心なしかマキさんトロンとしてますね早くないですか？まだ3分ちょっとです本当は2週間に1回ぐらいがいいんだっけ。うん、2週間に1回が、うん、老廃物の流すにはちょうどいい。まあそのダイエットしたい人とか体質改善したい人は2週間に1回がマストかもしれない、はい、うん、機械じゃないと流せないものとか溶かせないものみたいなのは、うん、何が違うんだっけ。ハンドとハンドだと、リンパに沿って、リンパトレナージュって言うんですけど、リンパに沿って余計な老廃物と水分を流してくれるのね。だけど、こういう機械を当てることで、これ高周波って言うんですけど、高周波は代謝を上げてくれる、皮膚代謝を上げてくれるので、やった後すごい柔らかくなるんですよ。で、柔らかくなったところに、よくわかんない、マッサージすると、痛みがなく老廃物と水分が流れやすい。マキはもともと自分でもしっかりその銭湯行ったりとか自分でのセルフケアができてるからあんまり痛がんないんですけど、普通の女性結構老廃物溜まってると痛がるんですよ。これだけで、いや痛そうですね、見てて、うん、それを軽減するためにも最初こうやって熱を加えて脂肪を柔らかくして、で流していく、ハンドで流していく。からまあ痛みを軽減するのと、例えば熱を加えて代謝を上げるのが一番の目的かも。やっぱりお家とかでも機械がなかったら普通にマッサージするよりもお風呂とかで温めた後にマッサージした方が溶けやすい。あ、そう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 。だからその皮膚代謝っていうか、その脂肪を柔らかくした状態でマッサージするのと、脂肪がその冷えて冷たい状態でマッサージするのだと全然違う。へえ。溶け方というか柔らかくなり方。足裏今日この時間がね一番嫌いなんです、私。でもね、ヨヨがね足裏が一番大事っていうの。そう、足裏は唯一痛く、すごい痛くても大丈夫なんです。そうなんですか。そう、力めないから足裏って。でだんだん絶対痛みが軽減してくるから。もう真っ赤ですよ足裏は。ああ、しっかりやってあげるのが大事。あー、痛い。でもね、分かんの、私むくんでんの今。よし、行こう。生配信とかでも西山食堂見てくださる生配信の常連さんとも喋りますけど、35歳にして月の半分不調ですよね長くないですか、不調。長い。だから月末にあんまり無理なことをさせちゃダメ、マキ。そうだよね。
ルやられちゃう。やられてるよね。メンタルやられる。もう疲れた。はあ、寝れって言ってるよね。うん、言ってる。銭湯多めになってる。月末はあまり無理に詰め込まない。精神的な負荷をかけちゃダメ。詰め込まない。精神的負荷はね、コーチともにもう一発でやられるから。うん、そうそう。あとエステって寝ちゃダメなの。そのリラクゼーションと違って。マジ。そう。でも起きてないといけないってことか。そう。基礎代謝がね下がっちゃう、寝ちゃうと。あ、それ言われたよね、うん、意識やられてるっていう意識が大事なんだって、うんうん、マッサージじゃなくてエステだから意識のために、うんうんうん、痩せたいとか ね、うん、老廃物をより流したいとか、そう来てる場合はやっぱ自分がやられてる感をリラックスしながら感じることでもう細胞が動くんでしょ。そう意識って大事。寝ちゃっていいと思ってますダメなの。やっぱ、ね、意識するって大事で、やっぱそれこそ筋肉鍛えてる人とかが、うん、よく腕の筋肉今日も頑張ったなみたいな、うん、言ってる。あれって意味があって、今日ここ鍛えたな、お前偉いぞって、ここもちゃんと、ね、意識されてる。そう、一緒一緒。話しかけることによって筋肉にちゃんと働きかけてる。働きかけてるから、そうエステも一緒で、今太ももの裏やってます、痛いですね、頑張ってくださいみたいな、会いたいですねみたいな、美は痛みつきものですよねみたいな会話が結構重要で、うん、だから寝ちゃダメなんですっていうことです。マキさんもう寝落ちしそうですけど、目を閉じて意識をしてればいいんでしょう。あ、まあ瞑想じゃあ背中やりますか。やっぱり細いんだけど、どうしてもマキの場合は腰がね張ってんの。腰良くないよね、うん、本当に。腰回りってでもやっぱ自分でマッサージしにくいじゃないですか。しにくい、しにくい。その場合ってやっぱハンドとか、そのこういうエステに来た方が効果は絶大ってことですよね、うん、そうですね。腰回りって糖質食べ過ぎるとつく、はあ、そう、あの糖質と女性ホルモンって似た分泌をするらしいんですよ、うんうんうん、だから糖質をよく摂ってる人は、まあ、その女性らしい体つきな人が多いんですけど、丸みのある、そう、まあ、いわゆる土偶体型ってことですよね、うん、西山さんはちょっと糖質が足りてないのは感じだそうですあの糖質は摂ってるのは100倍ぐらいでしたね、うん、今肩甲骨やってるじゃないですか、はい、肩甲骨って痩せる細胞があるって言われてるんですよ。まあ、マキは肩甲骨めっちゃ動く人なんですけど、うん、みんなこんなに動かないんですよ、うんうん、ここで肩甲骨動いてる人わかります、うん、この動き肩甲骨動いてますね。本当だ、普通こんな動かないんですよ肩甲骨みんなやっぱ凝り固まってるから、ここになっちゃったの、うん、すごい。指もめっちゃ入るじゃん、わかります、こうやってめっちゃ指入るんですよ。体にそんなすごくないですか。え、すごくないですか。それって本当代謝がいい証拠、うん、そんなに指入ったことないですよ、うん、はい、青森、はい、よし、足の音でやります。おーい、西山さんはね、足が長いんですよ。はみ出ちゃってます、うん、身長が高いんですよ。足やね、眉間にしわ寄ってますよ、マキさん。はい、本当に外側、はあ、絶対外側は張る女性、うんうん、内その歩くとき結構内側になりやすいから、うん、親指の方に力を入れると外側張るんですよ、はい、で小指側にあの力を入れるっていうか重心を意識すると内側に行くんですよ、うん、でそれって手もそうで、親指に力を入れてると外側筋肉張るんですよ、はい、こうマッサージもそう、グッてこうやって押してるとここ強いじゃないですか、うんうん、小指側って内側効くんですよ。逆なんだ。そう、歩く時もみんな内側に意識が行きがち、女子とても、はいはい、こうやってなる人多いから、うんうん、意識的にやっぱ小指の方に意識すると変わるかも。勉強になりますね。うん、すごい、初めて知りました、うん、で、これは上にというか外側に振り向いて、外側に、この後に外側の筋肉が
自分では1個の手だと無理だから、1個の手プラス手を置いてあげてグッてやってこうやってやる。ああ、なるほど。そうエステだとやっぱこういう高周波が使えるんですよね、うんうん、でさっきのすごい痛っていうのがなく温めてあげてほぐしてあげれるから。確かにあれは痛いわ。痛いですよね。今ね薄着になってるからみんな、うんうん、結構そのケアとしてはまあマキはまあもともと細身だから筋出やすいけど、うんうん、普通にまあ女性らしい体の人にも、うん、一回マッサージとかこういうエステとかやるだけで、うん、そのむくみ取れてメリハリ出るんですよね、はい、代謝も高くなりやすくて、うん、あったかいから外がね、はい、もともと代謝も高いし。ザエステに向いてる季節、うん、かも。ああ、なるほど。効果がね、そう、こういう時期の方が効果出やすい。めっちゃ話が長い。本当に、ね、同じ人ですか。あと首そんな長くない。確かに。あとね、顔がそんなちっちゃくない。顔がちっちゃくて首長くて、うん、胴短くて足長いみたいな。宇宙人。確かに。上から上から来たんです。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、よく頑張りました。はい、頑張りました。軽い、足が軽い。とってもね、いい足しとる。めちゃくちゃ綺麗ですよ。足が綺麗。筋肉があったらむくまないってよく言われるんですよ、うんうん。でも何回も言うよりも聞いてるのだから、うん、筋肉が多分ね分かると思うけど全然あるのよ。いや筋肉が、うんうん、なのにやっぱり体質と遺伝とかで、うん、私はやっぱ溜め込みやすいしむくむっていうのがあるから、うん、ここでエンディングみたいな顔になっちゃってるんだけど私とヨアの関係みたいなエステの方と出会ってほしいなって思うのが第一だし、あとは情報をやっぱり得れる場所でいろんな情報を組み合わせながら自分らしい美の作り方を見つけてもらえたらなっていうので今回こう勝手に私はやられっぱなしでしたけど本当に失礼な格好ですいませんけど動画を届けさせてもらいました。今度はねまたねフェイシャルの方も改めて時間を取って、はい、ヨヨに説明受けながらお家でできることだったりエステでできること教えてもらおうと思うのでその動画まで待っててもらえたら幸いです。本日はご視聴ありがとうございました。またオリリューチャンネルでお会いしましょう。せーの、チャオー。